源氏物語19薄雲冬になってきて川沿いの家にいる人は心細い思いをすることが多く気の落ち着くこともない日の続くのを源氏も見かねて「これではたまらないだろう私の言っている近い家へ引っ越す決心をなさい」。 と進めるのであったが「宿帰えて松つにも見えずなりぬればつらきところの多くもあるかな」という歌のように恋人の冷淡に思われることも地理的に信釈をしなければならないと強いて解釈して自ら慰めることなどもできなくなって男の心を 「あらわに見なければならないことは苦痛であろうと」と明石は躊躇していた「あなたが嫌なら姫君だけでもそうさせてはどうこうしておくことは将来のためにどうかと思う私はこの子の運命に予期していることがあるのだからその暁を思うともったいない西のタイの人が姫君のことを知っていて 非常に見たがっているのですしばらくあの人に預けて袴着の式なども公然二条の院でさせたいと私は思う源氏は年頃にこういうのであったが源氏がそう計らおうとするのではないかとは明石が以前から想像していたことであったからこの言葉を聞くとハッと胸がとどろいた。 よいお母様の子にしていただきましても本当のことは世間が知っていまして何かと噂が立ちましてはただいまのご親切がかえって悪い結果にならないでしょうか手放しがたいように女は思う風であるあなたが賛成しないのはもっともだけれどママ母の点で不安があったりはしないでおきなさいあの人は私のところへ来て ずいぶん長くなるのだがこんな可愛いもののできないのを寂しがってね前妻宮などはいくつも年が違っていない方だけれど娘として世話をすることに楽しみを見いだしているようなわけだからましてこんな無邪気な人にはどれほど深い愛を持つか知れないと私が思うことのできる人ですよ」。源氏は 紫のの女王の善良さを語った「それは本当であるに違いない昔はどこへ源氏の愛は落ち着くものか想像もできないという噂が田舎にまで聞こえたものであった源氏の多情な恋愛生活が清算されて皆過去のことになったのは今の夫人を源氏が得たためであるから誰よりも優れた女性に違いないと ここんなことを明石は考えて、何の価値もない自分は決してそうした夫人の競争者ではないが京へ源氏に迎えられて自分が行けば夫人に不快な存在と見られることがあるかもしれない自分はどうなるもこうなるも同じことであるが長い未来を持つ子は結局夫人の世話になることであろうから。 それならば無心でいる今のうちに夫人の手へ譲ってしまおうかという考えが起こってきたしかしまた気がかりでならないことであろうしつれづれを慰める者を失っては自分は何によって日を送ろう姫君がいるために玉坂に訪ねてくれる源氏が立ち寄ってくれることもなくなるのではないかとも反問されて結局は 自分の発行を悲しむ「あったま君は私女のある女であったから『あなたが姫君を手放すいとするのは間違っている。ここにおいでにならなくなることはどんなに苦しいことかは知れないけれどあなたは母として姫君の最も幸福になることを考えなければならない。 姫君を愛しないでおっしゃることでこれはありませんよ。あちらの奥様を信頼してお渡しなさいよ。母親次第で陛下のお子様だって階級ができるのだからね。源氏の大臣が誰よりも優れた天文を持っていらっしゃりながら御いにお付きにならずに一進化で仕えていらっしゃるのは。 納言さんがもう一段出世ができずにお隠れになってお嬢さんが好意にしかなれなかったその方からお生まれになったことでご損をなすったのですよまして私たちの身分は問題にならないほど恥ずかしいものなのですからねまた親王様だって大臣の家だってよい奥様から生まれたお子さんと 劣った聖母を持つお子さんとは人の尊敬の仕方が違うし親だって公平にはお出来にならないものです。姫君の場合を考えればまだ幾人もいらっしゃる立派な奥様方のどっちかで姫君がお生まれになれば当然肩身の狭い方のお嬢さんにおなりになりますよ。一体女というものは、 親から大切にしてもらうことで将来の運も招くことになるものよ。墓かまの式だってもどんなに精一杯のことをしても大いの三相ですることでは華やかなものになるわけはない。そんなこともあちらへお任せしてどれほど尊重されていらっしゃるかどれほど立派な式をしてくだすったかと聞くだけで満足をすることになさいね。 と娘に教えた。「賢い人に聞いてみても占いをさせてみても二条の院へ渡す方に姫君の幸運があるとばかり言われて明石はこう話すまいと固執する力が弱っていった源氏もそうしたくは思いながらも女の気持ちを尊重して強いて言うことはしなかった。 手紙のついでに袴木の支度にかかりましたかと書いた返事に「何事も無力な母のそばにおりましては気の毒でございます。先日のお言葉のようにおい先が哀れに思われます。しかしそちらへこの子が出ましてはまたどんなにお恥ずかしいことばかりでしょう。」と言ってきたのを源氏は哀れに思った。 源氏はいよいよ二条の院ですることになった姫君の袴木の吉日を選ばせて式の用意を命じていた式は式でも紫夫人の手姫君を渡しきりにすることは今でも耐えがたいことに明石は思いながらも何事も姫君の幸福を先にして考えねばならぬと悲痛な決心をしていた。 めのと,と別れてしまわねばならぬことでもあったから気がめいってならない時とかつれづれな時とかにどんなにあなたの友情が私を助けてくだすったか知れないのにこれから先を思うとお嬢さんのいなくなることと一緒にまたそれがどんなに寂しいことでしょう」と「のとに言って明石は泣いた」。 のの因縁だったのでございましょうね不意にお宅でご厄介になることになりましてから長い間どんなにご親切にしていただいたことでしょう私の心にご厚意はえりつけられておりますからこれきり疎遠にいたしますようなことは決してないと思われますしまたご一緒に暮らさせていただく日の参りますことも信じておりますが。 しばらくでも別々になりまして知らない方たちの中へ入ってまいりますことは苦しゅうございます」とめのとも言うのであったこんなことを毎日言っているうちに12月にもなった雪やみぞれの降る日が多くて心細い気のする証はいろいろな形でせねばならない 苦労の多い自分でで、あると悲しんで平勢よりもしみじみ姫君を愛舞していた大雪になった朝過去未来が思い続けられて平勢は縁に近く出るようなこともあまりないのであるが橋の方に来て明石は右輪の氷などに眺め入っていた。柔らかな城を 幾枚か重ねた体つき頭つき後ろ姿は最高の貴女というものもこうした気高さのあるものであろうと見えたこぼれてくる涙をはらいながら「こんな日にはまた特別にあなたが恋しいでしょう」とかれんに言ってまた目の母に言った「雪深き」 三山の道は晴れずともなお踏み通い後絶えずして目のとも泣きながら雲間泣き吉野の山を訪ねても心の通あ後絶え目やわ」と慰めるのであったこの雪が少し溶けた頃に源氏が来た。 平勢は待たれる人であったが今度は姫君を連れて行かれるかと思うことで源氏の訪れに胸騒ぎのする証であった自分の意思で決まることである謝絶すれば強いてとはお言いにならないはずである自分がしっかりとしていればよいのであるとこんな気も証はしたが約束を変更することなどは 軽率に思われるることとであると反省した「美しい顔をして前に座っている子を見て源氏はこの子が間に生まれた証と自分の因縁は並々のものではないと思った今年から伸ばした髪がもう肩先にかかるほどになっていてゆらゆらと見事であった顔つき 目つきの華やかな美しさも類いのない幼女であるこれを手放すことでどんなに苦悶しているかと思うと哀れで一夜がかりで源氏は慰め明かした「いいえそれでいいと思っております私の産みましたという傷も隠されてしまいますほどにしてやっていただかれれば」と言いながらも 忍びきれれずに泣くが哀れであがでった。姫君は無邪気に父君と一緒に車へ早く乗りたがった車の寄せられてあるところへ明石は自身で姫君を抱いて出た片言の美しい声で袖を捉えて母に乗ることを勧めるのが悲しかった。 冬季双葉の松に引き分かれいつか小高き影を見るべき」と。とよくも言われないままで非常に証はないったこんなことも想像していたことである心苦しいことをすることになったと源氏は短足した「おいそめし」。 根も深ければ武隈の松に小松の千葉を並べ「気を長くお待ちなさい」と慰めるほかはないのである「道理はよく分かっていて抑制しようとしても明石の悲しさはどうしようもないのである」「乳のと少々という若い女房だけが従ってゆくのである」 守り刀雨粕などを持って少々は車に乗った女房車に若い女房や道女などを大勢乗せて見送りに出した源氏は道々も明石の心を思って罪を作ることに知らず知らず自分はなったかとも思った暗くなってからついた二条の院の華やかな空気は どこににもあふれるばかりに見えて、田舎に慣れてきた自分らがこの中で暮らすことは決まりの悪い恥ずかしいことであると2人の女は車から降りるのに躊躇さえした西向きの座敷が姫君の居間として設けられてあって小さい室内の装飾品手道具がそろえられてあった。 ののと姫君は途中で眠ってしまったのである抱きおろされて目が覚めた時にも泣きなどはしなかった夫人の居間で菓子を食べなどしていたがそのうち辺りを見回して母のいないことに気がつくとかわいい風に不安な表情を見せた。 源氏は目のとを呼んで慰めさせた残された母親はましてどんなに悲しがっていることであろうと想像されることは源氏に心苦しいことであったがこうして最愛の妻と2人でこのかわいい子をこれから育てていくことは非常に幸福なことであるとも思ったどうしてあの人に生まれて ここの人に生まれてこなかかったか自分の娘として完全に傷のないところへはなぜできてこなかったのかとさすがに残念にも源氏は思うのであった当座は母や祖母や大いの家で見慣れた人たちの名を呼んで泣くこともあったが大体が優しい美しい気質の子であったから。 よく婦人に親ししんでしまった「女王は可憐なものを得たと満足しているのである」「先進にこの子の世話をして抱いたり眺めたりすることが夫人のまたとない喜びになって目のとも自然に夫人に接近するようになった」「他にもう一人身分のある女の父の出る人が」 めのとに添えられた「袴木は大層な用意がされたのでもなかったが世間並みなものではなかったその席上の飾りがひな遊びのもののようで美しかった」「列席した高官たちなどはこんな日にだけ来るのでもなく毎日のように出入りするのであったから目立たなかった」 ただその式で姫君が袴のひもを互い違いにたすきがけに胸へかけて結んだ姿が一層かわいく見えたことを言っておかねばならない大井の山荘では毎日こう恋しがって明石が泣いていた自身の愛が足らず考えが足りなかったようにも後悔していた天君も 泣いてばかりいたが姫君の大事がられている消息の伝わってくることはこの人にもうれしかった十分にされていて袴着の贈り物などここから持たせてやる必要は何もなさそうに思われたので姫君好きの女房たちに「目の戸をはじめ新しい一重ねずつの新しい一重ねずつの かびな衣装を送るだけのことにした。「小さえ取ればあとは無用死するように女が思わないかと気がかりに思って年内にまた源氏は大家へ行った寂しい三荘住まいをして唯一の慰めであった子供に離れた女に同情して源氏は絶え間なく手紙を送っていた」。人ももう。 この頃では可愛い人にたじて恨むことが少なくなった正月が来たうららかな空の下に二条の院の源氏夫婦の幸福な春があった出入りする献官たちは7日に新年の拝礼を行った若い天井役人たちも 華やかに思い上がった顔のそれ以下の人々も心の中には苦労もあるであろうが表面はそれぞれの職業に楽しんでついているふうに見えた東の院のタイの夫人も品位のそった暮らしをしていた女房や同女の服装などにも洗練された良い趣味を見せていた。 明石の君の山荘に比べて近いことは放ちる里の強みになって源氏は暇な時を見計らってよくここへ来ていた夜をこちらで泊まっていくようなことはない性格が極めて善良で無邪気で自分にはこれだけの運よりないのであると諦めることを知っていた源氏にとっては この人人ほど気やすく思われる婦人はなかった「何かの場合にも紫夫人と大して差別のない扱い方を源氏はするのであったから軽蔑するものもなくその方へも敬意を表しに行く人が絶えない別当も過食も忠実に事務を取っていて整然とした一家をなしていた」。 山荘の人のことを絶えず思いやっている源氏は孔子の正月の用が片付いた頃のある日大家出かけようとしてときめく心に装いを凝らしていた桜の色の能紙の下に美しい服を幾枚か重ねて一通り炊き物が炊きしめられた後で夫人へ出かけの言葉を源氏はかけに来た。 明るい夕日の光に今日は一層美しく見えた夫人は恨めしい心を抱きながら見送っているのであった無邪気な姫君が源氏の裾にまつわってついてくるミスの外へも出そうになったので立ち止まって源氏は哀れに我が子を眺めていたがなだめながら「あす、 帰りん「と口ずさんで縁側へ出てゆくのを女王は中から綿殿の口へ先回りをさせて中将という女房に言わせた」「船とむる落ち方人の泣く間こそ明日帰りこん瀬名と町峰物慣れた調子で歌いかけたのである。 源氏は華やかな笑顔をしながら「雪てみて明日もさねこなかなかに落ち方人は心多くとも」という父母が何を言っているとも知らぬ姫君が嬉しそうに走り回るのを見て夫人の落ち方人を湿気だと思う心も緩和されていた どんなにこの子のことばかり考えているであろう自分であれば恋しくてならないであろうこんなかわいい子供なのだからと思って女王はじっと姫君の顔を眺めていたが懐へ抱き取って美しい乳を飲ませると言って口へくくめなどして戯れているのは外から見ても非常に美しい場面であった。 女房たちは「なぜ本当のお子様にお生まれにならなかったのでしょう」「同じことならそれであればなおよろしかったでしょうにね」などとささやいていた大井の山荘は風流に住みなされていた建物も普通の形式離れの下 ののああるる家なのである「明石は源氏が見るたびに美が完成されていくと思う用紙を持っていてこの人は貴女に何ほども劣るところがない身分から常識的に想像すればありうべくもないことと思うであろうがそれも世間と相い入れない偏凶な親の性格などが災いしているだけで。 家柄などは決して悪くはないのであるからかくあるのが自然であるとも源氏は思っていた。会っている時が短くてすぐに規定を思わねばならぬことを苦しがって「夢の渡りの浮き橋か」と源氏は嘆かれて13軒の出ていたのを引き寄せ明石の秋の深夜に聞いた。 上手な琵琶の音を思い出されるので、源氏はそれを弾きながら女にもぜひ弾けと勧めた。赤司は少し合わせて弾いた。なぜこうまで立派なことばかりのできる女であろうと源氏は思った。源氏は姫君の様子を詳しく語っていた。大いの三奏も源氏にとっては。 愛人の家に過ぎないのであるがこんな風にして泊まり込んでいる時もあるのでちょっとした歌詞「怖い」という風なものくらいを食べることもあった自家の御堂とか桂の院とかへ行って決まった食事はして貴人の体名は崩さないがそうかといって並々の生の家らしくはしてみせずある点までは この家と同化した生活をするような寛大さを示しているのは明石に持つ愛情の深さがしからしめるのである明石も源氏のその気持ちを尊重して出過ぎたと思われることはせずひげもしすぎないのが源氏には感じよく思われた相当に身分のよい愛人の家でも これほど源氏が打ち解けて暮らすことはないという話も明石は知っていたから「近い東の院などへ移っていっては源氏にめずがしがられることもなくなり別れた女になる時期を早くするようなものである」「地理的に不便で特に思い立ってこなければならぬところにいるのが自分の強みであると思っているのである」 明石の入道も今後の一切のことは神仏に任せるというようなことも言ったのであるが源氏の愛情娘や孫の扱われ方などを知りたがって四十使いを出していた知らせを得て胸のふさがるようなこともあったし名誉を得た気のすることもあったこの自分に 大大臣が皇挙した国家の忠責であった人であるから帝も大しみになった源氏も遺憾に思ったこれまではすべてをその人に任せて暇のある地位にいられたわけであるから死別の悲しみのほかに責任の重くなることを痛感した帝はご年齢の割に なびた聡明な方であってご自身だけで政治を遊ばすのに危なげもないのであるが誰か一人のご貢献のものは必要であった誰にそのことを譲って静かな生活からやがては出家の志望も棘げようと思われることで源氏は大場大臣の死によって打撃を受けた気がするのである。 源氏は大臣の息子や孫以上に姿勢をもって後の仏事や法要を営んだ今年はだいたい静かでない年であった何かの前兆でないかと思われるようなことも頻品として起こる実月生などの転生の上にも不思議が多く現れて世間に不安な気がみなぎっていた 天文の専門家や学者が研究して、政府へ報告する文章の中にも、普通に見ては機械に思われることで、源氏の内大臣だけには解釈のついて、そしてやましく、苦しく思われることが混じっていた。病院は今年の春の初めから、ずっと病気をしておいでになった。 『三月にはご十体にもおなりになったので行幸などもあった』『陛下の院にお別れになった頃は御幼年で何事も深くはお感じにならなかったのであるが今度のご大病については非常にお悲しみになる風であったから女院もまたお悲しかった』。今年はき 私の死ぬ年ということを知っていましたけれど初めは大した病気でもございませんでしたから懸命に死を予感して言うらしく他に見られるのもいかがと思いまして苦読のことの方も例年以上なことは遠慮してしませんでした。参拝いたしましてねコインのお話などもお聞かせしようなどとも思っているのでしたが。 普通の気分でいられる時が少のうございましたからお目にも長くかからないでおりました」と。と弱々しい風で女院は帝へ申された「今年は三十七歳で終わりになるのである」しかしお年よりもずっとお若くお見えになってまだ盛りのご用紙をお持ち遊ばされるのであるから。 帝は惜しく悲しくおぼしめされた親子同士であることからはっきりとされないご容体のいくつきも続くのをすら帝は悲しんでおいでになりながらそのころにもっとよくご養生をさせ熱心に祈とうさせなかったかと帝は悔やんでおいでになった近頃になって驚きになったように。 急にご回遊の方などを行わせておいでになるのである。これまではお弱い方にまたご時病が出たというように解釈して油断のあったことを厳次も深く嘆いていった。尊貴な恩美はご病母のもとにも長くはおとどまりになることができずにまもなくお帰りになるのであった。悲しい日であった。 余韻はご秒くのためにはかばかしく物も,もお言われになれないのであるお心の中では優れた高貴の身に生まれて人間の最上の光栄とする奇きのくらいにも自分は上がった不満足なことの多いようにも思ったが考えれば誰の幸福よりも大きな幸福のあった自分であるともおぼしめした。 帝が夢にも源氏との重い関係をご存じでないことだけを入院はおいたわしくお思いになってこれがこの世に心の残ることのような気が遊ばされた源氏は一貞親として大政大臣に続いてまた入院のすでに危篤状態になっておいでになることは嘆かわしいとしていた。 人知れぬ心の中では無限の悲しみをしていてあらゆる神仏に頼んで宮のお命をとどめようとしているのであるもう長い間金星の言葉として抑えていた初恋以来の心を告げることがこのサインになるまで果たし得ないことを源氏は非常に悲しいことであると思った。源氏は思考して 御寝室の境に立った機長の前でご容体などを女房たちに聞いてみるとごく親しくお仕えする人たちだけがそこにはいて詳しく話してくれた「もうずっと前からお悪いのを我慢遊ばして仏様のお勤めを少しもお休みになりませんでしたのが積もり積もってどっと お悪くおなり遊ばしたのでございますこのごろではる類すらもお口にお触れになりませんからご衰弱が進むばかりでご心配申し上げるようなご容態におなり遊ばしました」と嘆くのであった「院のご遺言をお守りくだすって陛下のご貢献をしてくださいますことで」。 今までどれほど感謝してまいったか知れませんがあなたにお報いする機会がいつかあることとのんきに思っておりましたことが今日になりましてはまことに残念でなりません」。お言葉を源氏へお取り継がせになる女房へ仰せられるお声がほのかに聞こえてくるのである。 源氏はお言葉をいただいてもお返事ができずに泣くばかりである。見ている女房たちにはそれもまた悲しいことであった。どうしてこんなに泣かれるのか気の弱さをあらわに見せることではないかと人目が思われるのであるがそれにもかかわらず涙が流れる。女院のかかった日から、 今日までのことを思うと恋は別にして考えても惜しいお命が人間の力でどうなることとも思われないことで限りもなく悲しかった無力な私も陛下のご貢献にできますだけの努力はしておりますが大将大臣の皇居されましたことで大きな打撃を受けました折から。 勘におなり遊ばしたので頭はただ混乱いたすばかりで私も長く生きていられない気がいたしますこんなことを源氏が言っているうちに明かりが消えていくように女院はほう遊ばされた源氏は力を落として深い悲しみに浸っていた 尊気な方でも優れたご人格の宮は民衆のためにも大きな愛を持っておいでになった牽制があるために知らず知らず一部分の人を虐げることもできてくるものであるが女院にはそうしたお過ちもなかった女院をお喜ばせしようと当局者の考えることも それだけ国民の負担が増えることであると、お認めになることはお受けにならなかった。宗教の方のことも、僧の言葉をお聞きになるだけで、派手な人目を驚かすような仏事、法要などの行われた話は、昔の模範的な政大にもあることであったが、尿院はそれを避けておいでになった。 ごご両親のご遺産、官から年々定まって支給せられる者の,の中から実質的な慈悲と宗家への寄付を遊ばされた出会ったから宗の片端に過ぎないほどの者のまでもご恩恵に欲していたことを思って崩御を悲しんだ世の中の人は皆女院を大しみして泣いた。 天井の人も皆真っ黒な喪服姿になって寂しい春であった源氏は二条の院の庭の桜を見てもコインの花の縁の日のことが思われ当時の中宮が思われた「今年ばかりは」と口ずさまれるのであった。 人が不審を起こすであろうことをはばかって念頭うに引きこもって終日源氏は泣いていた華やかに春の夕日がさしてはるかな山の頂の立木の姿も鮮やかに見える下を薄く流れてゆく雲が鈍色であった。 何一つも源氏の心を引くものもない頃であったがこれだけは身にしんで眺められた「入りひさす峰にたなびく薄雲は物をそ袖に色やまがえる」「これは誰も知らぬ源氏の歌である」「ご葬儀に付帯したことの皆終わった頃になった」 帰って帝はおお心細くぼししめた。「女院のご母校の時代から祈りの僧としてお仕えしていて女院も非常にご尊敬遊ばされご信頼遊ばされた人で朝廷からも重い待遇を受けて大きなご祈願がこの人の手で多く行われたこともある僧図があった」。年は70くらいである。 もう最後の行をすると言って山にこもっていたがうずは女院の崩御によって京へ出てきた宮中からおぼしめしがあってしばしば御所へ出仕していたが近頃はまた以前のように訓足のお勤めをするようにと源氏から勧められて「もうよいなどは」。 この元寇でお勤めする自信はありませんがもったいない仰せでもございますしお隠れになりました女院様へのご奉公になることと思いますから」と言いながら宵の僧として帝に辞していた静かな夜明けに誰もおそばに人がいず いた人はみな退出してしてまった時であったたであは昔風にせき払いをしながら世の中のお話を申し上げていたがその続きに「まことに申し上げにくいことでございましてかえってそのことが罪を作りますことになるかもしれませんから」。 躊躇はいたされますが陛下がご存じにならないでは相当な大きな罪をお得になることでございますから天の目の恐ろしさを思いまして私は苦しみながら亡くなりますればやはり陛下のおためにはならないばかりでなく仏様からも卑怯者として。 「お憎しみを受けると思いましてこんなことを言いだしたしかもすぐには後を言わずにいるのである帝は何のことであろう今日もまだ医師の塔らのことがあってその解決を見た上でなければ清い往生のできぬような不安があるのかもしれない」。 そうというものは俗を離れた世界に住みながら嫉妬徘徊が多くてうるさいものだそうであるからとおぼしめして「私は子供の時から続いてあなたを最も親しいものとして信用しているのであるがあなたの方には私に言えないことを思っているような隔てがあったのかと思うと少し恨めし」。 とおせられたもったいない私は仏様がお禁じになりました。真言秘密の方も陛下にはご伝示申し上げました。私個人のことで申し上げにくいことが何ございましょう。この話は過去未来に広く。 関連ししたことでございまして、お隠れになりました院女院様現在国務をお預かりになる内大臣のおためにもかえって悪い影響をお与えすることになるかもしれません老いた僧の身の私はどんな難儀になりましても。 後悔などはいたしません仏様からこの告白はおすすめを受けてすることでございます。陛下がおはらまれになりました時から呼吸は大変なご心配をなさいまして私にご委託遊ばしたある祈祷がございました。詳しいことは。 びとの私に想像ができませんでございましたほとどが一時失脚をなさいまして難儀にお会いになりました頃深夜のご恐怖は非情なものでございまして重ねてまたお祈りを私へ仰せつけになりましたほとどがそれをお聞きになりますとまたご自身の方からも 同じご祈祷をさらに増してするようにとご加盟がございましてそれは御意におつきあそばすまで続けました祈祷でございましたそのお祈りの趣旨はこうでございました詳しく宗ずの相乗するところを聞こしめして驚きになった帝の御心は 恥ずかしさと恐ろしさと悲しさとの入り乱れて名状をしがたいものであったなんと申せがないので宗ズは進んで秘密をお知らせ申し上げたことをご不快におぼしめすのかと恐怖してそっと退出しようとしたのを帝はおとどめになった「それを自分が知らないままで死んだなら」。 五世までも罪を負っていかなければならなかったと思う今まで言ってくれなかったことを私はむしろあなたに信用がなかったのかと恨めしく思うそのことを他にも知ったものがあるだろうかと仰せられる決してございません私と王妙部以外に この秘密を伺い知った者はございません。その隠れた事実のために恐ろしい天の里しがしきりにあるのでございます。世間になんとなく不安な気分のございますのもこのためなのでございます。ご幼年で何のおわき前も終わあり遊あばさない頃は。 天も咎めないのでございますが大人におなり遊ばされた今日になって天が怒りを示すのでございます。すべてのことはご両親の御世から始められなければなりません。何の罪とも白めさないことが恐ろしゅうございますから一旦暴脚の中へおったことを。 私はまた取り出して申し上げました泣く泣く想図の語るうちに朝が来たので退出してしまった帝は隠れた事実を夢のようにお聞きになっていろいろとご反問を遊ばされたコインのためにもすまないことと思われになったし 「源氏が父気味でありながら自分の進化となっているということももったいなくおぼしめされた」「おむねが苦しくて朝の時が済んでもご寝室をお離れにならないのをこうこうと知らせがあって源氏のおとどが驚いて散大した」「お出ましになって源氏の顔をご覧になると」 い氏いよ天をおした偉い遊ばされる恩親子の情から夜も昼もお悲しいのであろうと拝見したその日に式部教親王の皇居が創上されたいよいよ天の示しが 急にににななっっったたた。というようよはお感じになったのであった「こんな頃であったからこの日は源氏も自邸へ退出せずにずっとそばに自していたしんみりとしたお話の中でもう世の終わりが来たのではないだろうか私は心細くてならないし天下の人心も こんなふうに不安になっている時だから私はこの地位に落ち着いていられない入院がどうおぼしめすかとご遠慮していて位を引くことなどは言い出せなかったのであるが私はもう位を譲って責任の軽い身の上になりたく思うこんなことを帝は仰せられたそれはあるまじいことでございます 死人が多くて人心が恐怖状態になっておりますことは必ずしも政治の正しいのと正しくないのとによることではございません。聖主の御世にも天変と地上の乱のございますことは信濃にもございました。ここにもあったのでございます。まして老人たちの天命が終わって亡くなってまいりますことは。 大見心におかけ遊ばすことではございません」。などと源氏は言って上位のことを仰せられた帝を追いさめしていた「問題が問題であるから難しい文字は省略する」「地味な黒い喪服姿の源氏の顔と龍眼とは常よりもなお一層よく似てほとんど同じもののように見えた」。 帝も以前から鏡に映るお顔で源氏に似たことは知っておいでになるのであるが宗図の話をお聞きになった今はしみじみとその顔にお目が注がれて熱いご愛情のお心に湧くのを大声になる帝はどうかして源氏にそのことを語りたいとおぼしめすのであったが。 さすがにお言葉には遊ばしにくいことであったからお若い帝は周知をお感じになってお言い出しにならなかったそんな間帝はただの話も常よりは懐かしいふうにお語りになり敬意をお見せになったりも遊ばして以前とは変わったご様子がうかがわれるのを聡明な源氏は 不思思議な現象であると思ったが総がお話申し上げたほど明確に秘密を帝がお知りになったとは想像しなかった帝は王妙部に詳しいことを尋ねたくおぼしめしたが今になって女院が秘密を秘密とすることに苦心されたことを自分が知ったことは妙部にも思われたくない。 ただお弟にだにけほのめかして歴史の上にこうした例があるということを聞きたいとおぼしめされるのであったがそうしたお話を遊ばす機会がお見つかりにならないためにいよいよ語学問に没頭遊ばされていろいろの書物をご覧になったが信濃にはそうした事実が公然認められている天使も 隠れた事実として伝記に書かれてある天使も多かったがこの国の書物からはさらにこれにあたる例をご発見遊ばすことはできなかった王子の源氏になった人が名言になり大臣になりさらに親王になり即位される例はいくつもあった 立派な人格を尊敬することに託して自分は源氏に位を譲ろうかともおぼしめすのであった秋の地獄に源氏を大政大臣に任じようと遊ばして内諾を得るためにお話を遊ばした時に帝は源氏を天使にしたいかねてのおぼしめしを初めておもらしになった。 まぶしくも恐ろしくも思ってあるまじいことを思うと相乗したコインは大勢のお子様の中で特に私をおいしになりながら御位をお譲りになることはお考えにもならなかったのでございますそのご意志に背いてお呼びない地位に私がどうしてなれましょう どおぼしめし通りに私は一進化として政治に携わせていただきまして今少し年をとりました時に静かな出家の生活に入ろうと存じます」と。と平成の源氏らしくご辞退するだけで御心を返したふうのなかったことを帝は残念におぼしめした。 大大臣に任命されることも今しばらく後のことにしたいと辞退した源氏は異界だけが一級勧められて牛舎で禁門を通過する御許可だけを得た帝はそれもご不満足なことにおぼしめして親王になることをしきりにお勧め遊ばされたが そうして帝のご貢献をする政治家がいなくなる。中納言が今度大納言になって、右大将を兼任することになったが、この人がもう一段昇進した後であったなら、新王になって閑散な位置へ引くのも良いと源氏は思っていた。源氏はこんな風な態度を、帝がお取り遊ばすことになったことで苦しんでいた。 こう中宮のためにもおかわいそうなことでまた陛下にはご反問をおさせする結果になっている秘密相乗を誰がしたかと怪しく思った明部は三久家殿が他へ移った後の御殿に部屋をいただいて住んでいたから源氏はその方へ訪ねていったあのことをもし何かの機会に少しでも。 陛下のお耳へおいでになったのですか」。と源氏は言ったが「私がどういたしまして宮様は陛下が秘密をお悟りになることを非常に恐れておいでになりましたがまた一面では陛下へ絶対にお知らせしないことで陛下が御仏の斗ヶをお受けになりはせぬかと ご反問をそばしたようでございました。苗部はこう答えていた。こんな話にも高級のご感情の細やかさが忍ばれて、源氏は恋しく思った。最敬の苗子は予想されたように源氏の貢献があるために高級の素晴らしい地位を得ていった。 もう院の点に源氏の理想でするを薄らしさの備わいた人であっいかい源氏は大切に薄い薄いていた。この秋、女い薄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 の薄い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 にいめて、輝くほどの装飾をして源氏は迎えたのであった。もうい薄のご遠慮も薄いいで、万薄を。い 養父のの心でで世話をしているのであるあ秋の雨が静かに降って植え込みの草の花の濡れ乱れた庭を眺めて女院のことがまた悲しく思い出された源氏は湿った風で女後の御殿へ行った濃い鈍色の脳死を着て病死者などの多いために政治の局にあたる者は 謹慎をしなければならないというのに託して実は入院のために源氏は続いて精進をしているのであったから手にかけた数図を見せぬように袖に隠した様子などが縁であった御の中へ源氏は入っていった貴重だけを隔てて「王女後はお会いになった」。 庭の草花は残らず咲きましたよ今年のような恐ろしい年でも秋を忘れずに咲くのが哀れですこう言いながら柱に寄りかかっている源氏は美しかった見やすどころのことを思い出して野々宮に行ってなかなか会ってもらえなかった秋のことも話した個人を切に しく「思う風が源氏に見えた」「宮もいにしえの昔のことをいとどしく隠れば袖うつゆけかりける」というように少しお泣きになる様子が非常にかれんで見しろぎの音もたぐいのない柔らかさに聞こえた「変な人である二層以内」 『今日までまだよく顔を見ることのできないことが残念であると』とふと源氏の胸が騒いだ困った癖である私は過去の青年時代に自ら求めて物思いの多い日を送りました恋愛するのは苦しいものなのですよ悪い結果を見ることもたくさんありましたがとうとうおしまいまで 自分の誠意が分かってもらえなかった二つのことがあるのですがその一つはあなたのお母様のことですお恨ませしたままお別れしてしまってこのことで未来までの災いになることを私はしてしまったかと悲しんでいましたがこうしてあなたにお尽くしすることのできることで私は自ら慰んでいるもののなお それでもお隠れになったあなたのお母様のことを考えますと私の心はいつも暗くなりますもう一つの方の話はしなかった私の何もかもが途中で挫折してしまった頃心苦しくてなりませんでしたことがどうやら少しずつよくなっていくようです今東の院に住んでおります妻は 夜辺の少ない点で絶えず私の気がかりになったものですがそれも安心のできるようになりました善良な女で私と双方でよく理解し合っていますから朗らかなものです私がまだ世の中へ帰って調整に預かるような喜びは私に大したこととは思われないでそうした恋愛問題の方が大切に思われる私なのですから どんな抑制を心に加えてあなたのご貢献だけに満足していることかそれをご存知になっていますかご同情でもしていただかなければ甲斐がありません」。と源氏は言った面倒な話になって宮は何ともお返事を遊ばさないのを見て「そうですね。 「そんなことを言って私が悪い」と話を他へ源氏は移した「今の私の望みは閑散な身になって風流三昧に暮らしうることと後の世の務めも十分にすることのほかはありませんがこの世の思い出になることを一つでも残すことのできないのはさすがに残念に思われます。ただ、 二人の子供がございますが老い先ははるかで待ち遠しいものです。失礼ですがあなたの手でこの家の名誉をおあげ下すって私の亡くなりました後も私の子供らを守っておやりください」などと言った「宮のお返事は多いようでしかも一言を 大した努力で老いになるほどのものであるが源氏の心は全くそれに引きつけられてしまって日の暮れるまでとどまっていた人間の良い人生の望みなどは大して持ちませんが四季時々の美しい自然を生かせるようなことで私は満足を得たいと思っています 春の花の咲く林秋の野の眺めを昔からいろいろに優劣が論ぜられていますが道理だと思ってどちらかに加担できるほどのことはまだ誰にも言われておりません。信濃では春の花の錦が最上のものに言われておりますし日本の歌では秋の哀れが大事に取り扱われています。 どちらもその時その時に感情が変わっていってどれが最もよいとは私らに決められないのです。狭い屋敷の中ででもあるいは春の花の木をもっぱら集めて植えたり秋草の花を多く作らせて野になく虫を放しておいたりする庭をこしらえてあなた方にお見せしたく思いますが。 あなたはどちらがお好きですか?「春と」と「秋」と源氏にこう言われになった美也は返事のしにくいことであるとはお思いになったが何も言わないことはよろしくないとお考えになって「私などはまして何も分かりはいたしませんでいつも皆よろしいように思われますけれどそのうちでも 怪し「いと申しますゆうべいつとても恋しからずはあらねども秋のゆうべはあやしかりけりは」は私のためにも亡くなりました母の思い出される時になっておりまして特別な気がいたしますお言葉尻のしどけなくなってしまう様子などのかれんさに。 玄次は思わずのりを越した言葉を口にした「君もおさは哀れをかわせ人知れず我が身にし渋る秋の夕風忍びきれない折りがあるのです」「宮のお返事のあるわけもない腑に落ちないと思いになる風である」 一旦押さえたものが外へあふれ出たあとはその勢いで恋も恨みも源氏の口をついて出てきたそれ以上にも事を進ませる可能性はあったが宮があまりにも呆れてお思いになる様子の見えるのも道理に思われたしけしからぬことであると思い返されもして源氏はただ短足をしていた。 変な姿ももう宮の目には疎ましいものにばかり見えた安らかに身ろぎをして少しずつ後へ引っ込んでお行きになるのを知ってそんなに私が不愉快なものに思われますか高尚な喜序はそんなにしてお店になるものではありませんよではもうあんなお話はよしましょうねこれから私を おうらみになってはいけませんよ。と言って源氏は立ち去ったしめやかな源氏の衣装の香りの座敷に残っていることすらを美弥は情けなくお思いになった女房たちが出てきて孔子などを閉めたあとで「このお敷物の残りがの結構ですことどうしてあのお方は」。 こんなすべてのよいものを備えておいでになるのでしょう柳の枝に桜を咲かせたというのはあの方ねどんな善書をお持ちになる方でしょう」などと言い合っていった西の鯛に帰った源氏はすぐにも寝室へは入らずに物思わしい風で庭を眺めながら橋の座敷に 「灯籠を少し遠くへかけさせ女房たちをそばに置いて話をさせなどしているのであった」「思ってはならぬ人が恋しくなって悲しみに胸のふさがるような癖がまだ自分には残っているのではないかと源氏は自身のことながらも思われたこれは全く似合わしからぬ恋である」 恐ろしい罪であることはこれ以上であるかもしれぬが若き日の過失は資料の足らないためと神仏もお許しになったのであろう今もまたその罪を犯してはならないと源氏は自ら思われてきたことによって年がゆけば分別ができるものであるとも悟った。王女王は、 身にしむ秋というものを理解したふうにお返事をされたことすらお悔やみになった恥ずかしくて苦しくて不気味で病気のようになっておいでになるのを源氏はそ知らぬふうで平成以上に親らしく世話など焼いていた源氏は夫人に女房の秋が良いとお言いになるのにも同情されるし あなたの春が好きなことにも私は喜びを感じる。季節季節の草木だけででも気に入った狂楽をあなた方にさせたい。いろいろの仕事を多く持っていてはそんなことも望み通りにはできないから早く出家が遂げたいもののあなたの寂しくなることが思われてそれも実現難になりますよ。などと語っていた。 大井の山荘の人もどうしているかと絶えず源氏は思い合っているがますます窮屈な位置に押し上げられてしまった今では通っていくことが困難にばかりなった悲観的に人生を見るようになった証を源氏はそうした寂しい思いをするのも心柄である自分の務めに従って 町へ出てくればよいのであるが他の婦人たちと一緒に住むのが嫌だと思うような思い上がりすぎたところがあるからであると見ながらもまた哀れで例の佐賀の御堂の普段の念仏に託して山荘を訪ねた住み慣れるに従ってますますすごい気のする山荘に待つ恋人などというものは この源氏ほどの深い愛情を持たない相手をも引きつける力があるであろうと思われるましてたまさかに会えたことで恨めしい因縁のさすがに浅くないことも思って嘆く女はどう取り扱っていいかと源氏は力限りの愛武を試みて慰めるばかりであった木の茂った中から刺す かがりの光が流れの蛍と同じように見える庭も面白かった過去に寂しい生活の経験をしていなかったら私もこの山荘で会うことが心細くばかり思われることだろう」と源氏が言うと「いさりせし影はすられぬかがりびは身の浮き船や 下行き二軒。あちらの景色によく似ております。不幸なものにつきもののようなおかげでございます。と明石が言った。朝からぬ、下の思いを知らねばや。なおかがり火の影は騒げる。誰が私の人生観を悲しいものにさせたのだろう。と、 源氏の方からも恨みを言った「少し暇のできた頃であったから御堂の仏勤めにも没頭することができて二三日源氏が山荘にとどまっていることで女は少し慰められたはずである。